札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。2回裏に入ります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。バッターは大谷。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。バッターは今日 DH に入っている大谷。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると。高めのボール切りました。ファウルボールです。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファイターズチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。見事なバッティング。さあそして打席には大谷が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。まあこういう場面で返しを、センターへ、センターフライ掴んでアウト、ツーアウトな。西さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか？いやもちろんですね、こういう時こそね、会の外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファウルボール。さてこの大谷、どういうバッターなんでしょうか？まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、ここもファウルです。打ちました、これもファウル。またファウル。真ん中打ちました、ここもファウルです。ノーボールツーストライクです。打ちました、牧原、アウト、ワンアウトです。日本ハムファイターズが見事勝利を収めました。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないですかね。